統括本部様の建物をお借りし、滋賀県防災航空隊栗東市消防官および湖南広域消防局が連携して活動を展開していきます。演出は3つのフェーズに分けた構成としており、1つ目のファーストフェーズは多数傷病者が発生した交通事故に対する活動展示、2つ目のインターバルフェーズは今年度更新車両、資機材、特殊車両の展示紹介、3つ目のファイナルフェーズは高層建物を活用した高層建物火災に対する活動展示となっております。結構古いやん。ただいまからファーストフェーズを開始します。乗用車3台が関係する事故により多くの負傷者が発生しました。この事故により指揮支援隊、消防隊、救急隊、給油隊、栗東市消防団第一分団が出動します。目が怖い。まず最初に出動したのは指揮センター、消防団、救急隊、栗東市消防団第一分団です。テント会のモニター、もしくはパンフレットや会場の掲示板、QR コードをスマートフォンで読み込み、視聴ください。現場に指揮本部が設置されました。栗東市消防団第一分団にある救護所のエアーテントが設営されています。消防隊が救護医学的配備をしました。負傷者は9名いる模様です。応急救護所ではドクターカーの指導により応急処置を実施しています。中央の救急隊をご覧ください。1名が心肺停止の状態です。
救急隊による救命処置が行われています。処置にあたって最も効果的な自動心理マッサージ機を使用しています。すごいね。
車内で取り上げていた負傷者は無事に救出され、応急救護所に搬送されました。続いて、奥の救助隊をご覧ください。さらに、別の救助隊が下に入った負傷者が救助隊が救助隊を使用し、活動します。まずはじめに、障害となっているガードレールを切断しております。
事故車両の下敷きになっていた負傷者は無事に救出され応急救護所に搬送されます。船体引き上げ準備にかかる。全ての負傷者が救出されトリアージにより重症者から救急搬送していきます。ファーストフェイズの多数傷病者交通救助を終了します。続いてインターバルフェイズを開始します。しばらくお待ちください。インターバルフェイズを開始します。インターバルフェイズは近年更新された特殊車両を含む5台を紹介します。これは八津市に東消防署に配置されている柱車です。走る時にはバスケットの呼ばれるようになり定員5名で乗り込みができます。先端のバスケットと走路の下部に隊員が乗り出して
連携しながら操作します。はしごは最大で高さ35メートルまで伸びます。マンションの11階に相当する高さです。はしごの先が屈折することで屋上やベランダでの救助活動がスムーズに行われます。放水もでき毎分2000リットルの水が出ます。はしご車は高層ビルの火災や救助現場で活躍する重要な車両です。これは栗東市にある消防局に配置されている指令車です。車両後方の経営ヒッチがあり水上救助現場で水上オートバイを経営することができます。水上オートバイは移動力があり要救助者を素早く救助することができます。救助行動と比べるとこれだけスピードが違います。他にドローンを積載していて上空から広範囲にわたって捜索することができ災害現場の状況をリアルタイムで確認できます。機体のカメラには赤外線カメラが搭載されていて暗闇でも行方不明者の捜索をすることができます。この車両は2つの特殊な資材を搬送します。これは森山市にある北消防署に配置されている一方企画管理救助車です。救急車には救命処置を行うため必要な資材が多く設置されたものです。これは自動心マッサージといって自動で適切な心臓マッサージを行う機械です。人が圧迫するよりも一定のリズムが正確に行えることから救命の効果が高くなります。他にも赤色灯には光の調整機能がついています。交差点を通過するときは激しく点灯し住宅街では優しい点灯に切り替わります。自分でかぶってた。夜間の走行であればこれほど違います。今日も皆さんの命を守るため救急車は出動します。この車にはオレンジ色の色を着たスペシャリストが乗っています。この資材は交通事故現場に車両を安定化させるために使います。閉じ込められた人の負担軽減と隊員や事故に巻き込まれるリスクを軽減します。他にも労働災害の様々な救助現場で活用することができます。上部にはクレーンが搭載されていて最大 2.9 トンまで吊り上げることができます。前方にはウィンチが搭載されています。約5トンの力で重量物を引っ張ることができます。1分1秒でも早く救出するため救助隊は日々訓練に励んでいます。これは日立市の南消防署に配置されている水槽付きポンプ自動車です。車
消火活動を行うためで、消火栓や防火栓、川や沖縄から給水し、放送します。活動に必要なホースや草木の他に、救助活動に必要な三連柱やロープが適載されています。車には2000リットルの水が積載されています。高校にはホースカーが積載されています。一度にホースを7本延長することができます。水路と火災現場が離れている場合など、ホースカーを使ってタンク車へ水を送ります。火災が発生すれば素早く防火と空気呼吸器を着装し現場に向かいます。早く放水できるようにホースの通常を工夫しています。そこにポケモンの見られ前絵があったやな。それがもうあるで。そして人気の価値を守るため日々訓練に励んでいます。未来論オーダーガブス以上としまして、インターバルフェイスを終了しました。ただいまからファイナルフェイスを開始します。ファイナルフェイスは放送のための皆さんに放送した活動の展示を行います。活動所には、筑紫会、柱会、消防会、救助会、一等市消防団、内部軍団です。
三塁バスを六分。払いの式が用意しました。球場情報です。
勝者は続きまして三大ベランダ足元を忘れてに注目ください。金融ダッシュを挑戦し簡易なロープを使用し降下します。
計を実施します。建物付近もご注目ください。消防隊から4線、発信者から2線、合計6線の一斉募集を実施します。以上をもちまして、研修は終了となります。